島猫うらら。島猫の子猫が母猫に甘えようと近づきますが、母猫はそっけない態度。子猫は諦めて遠ざかります。しばらくしてもう一度子猫が近づくと、母猫は威嚇しました。さらに母猫の威嚇は続きました。子猫は戸惑うばかり。いつもは優しい母猫、どうしてしまったんでしょうか。子猫と母猫の関係は冷たくなっていくばかりです。お昼寝の時も距離を取るようになりました。しばらくしたある日、母猫に冷たくされた子猫は別の場所で仲間を作っていました。どうやら独り立ちしたようです。母猫が冷たい態度をとったのは、子猫の独り立ちを促す行動だったのです。猫は単独行動をする動物で、自分の縄張りを持たなければなりません。子猫はその年頃になったのです。これから子猫の島猫は、自分の力で生きていかなければなりません。